やあみんな、お久しぶり、リンネ大佐だ。ということで、今日は、前々からお世話になっているふもふのお店からだな。新作のゲーミングチェア、これまたとっても可愛い。ゲーミングチェアがそう出て、まあなんか今回もゲーミングチェアよかったらっていうことで送っていただいたんですけど、毎回ねキーボードをねいただいたり、今めっちゃ愛用しているファイナルマウスっていうマウスをいただいたり、そういただいてばっかりだったので、今日はなんとふもふのお店さんからね新たなる挑戦状が届きました。こんにちは、ふもふのお店です。いつもお世話になっているセロリンネさんに素敵なプレゼントを贈ります。気に入るかどうか使ってみないとわからないと思うので、ひとまず24時間座って感想を聞かせてください。 PS 細かなミッションありますだそうだ。私は今とても心境とても焦っている。24時間も椅子の上で過ごしたことなんてない。ということで始めるためにだな、めっちゃ眩しい。アラームをな24時間後に設定したいと思います。もうすぐ午前8時なんで、それにスタートに合わせますってことで、もう今スタートしてるんですけど、移動はねとりあえずお尻がついてれば OK なんだよ。うん、辛いのがですね、こうやって自分でこうカメラをこう自分で動かさないといけないっていうのが辛いね。腹が減ったからご飯を食べる。はい、すでにシュールですね。さすがにこの24時間椅子生活中はUber Eatsは頼めません。配達員にね白い目で見られる未来しかねえ。でも逆にそれ面白いかも。絶対やらんが。マジで私は何をやらされてたん、わらわらって見ながら思ってます。めんたいこと酒のスパゲリー、ひゃ、いただきます。ゲーミングチェアってだいたい肘掛けついてるじゃないですか。これが個人的にすごいありがたいんですよね。肘が置けるだけで腕が疲れにくいし、ゴリゴリ作業するときは特に感謝感激アメセロリ。はい、ここで今回ね、キーボードでおなじみのアミロから出たゲーミングチェアの空張りについて、全部で4種類あります。私が使っている海の音色をはじめ、桜、パンダ、オリエンタルと種類があります。どれももともとはキーボードのデザインとしてあるものです。もうね、全部欲しい。本当は飲み物を忘れてしまって取りに行ってます。ダリー。でも椅子自体そんな大きくはないので、狭いとこでも通れる。レモンサワー、朝からポシャケ入ります。ね、ごちそうさまでした。あ、ふもふのロゴでしょ。ふもふのロゴ、ちょっと待って、風船みたいな可愛いのがたくさんついてた気がする。いや、そうきたか。ちょっと書きます。色はなんとなく思い出した。いや、なんか青い文字あった気がするんだよね。よし、何も見ずに書いたところ、ダン、こうなりました。ちょっと待って、自信、いや、なくはないよ。だー待って、全然ちげえじゃん。あ、でもふのちょんちょん合ってるじゃん。すげえ。一つ目のミッションでした。次のミッションがねあるまで、まあなんか暇つぶしをねしようと思います。何しようかな。とりあえずちょっとデスクの方に移動したいね。うん、へえ、やべやべ。そんな時はドゥーン。じゃあ待って、これトイレ行きたい時どうすればいいんだ。いけ、取れた。これね、いいのよ、これがクッション、かわいいし、モフモフだし。いきます。あー、危ないよー。オッケー。カメラ持ってこないと。ということで、やっぱね、暇つぶしに一番最適なのがゲームですよね。普段はゲームはほぼ Apex をやってるんですけど、マジで時間が秒で経過するよね。
友達とだべりながらやれば気づいたら6時間経ってたとかめっちゃよくある。でちょうどね数日前に気分で背もたれのないザ普通な別の椅子で作業してたんだけど、2時間ぐらいしたら腰と特に首がねめっちゃ痛くなったんですよね。そこで初めて背もたれがある椅子のありがたみを感じました。こちらのチェアは数時間座っててもお尻が痛くなることは私はほぼ感じなかったです。1戦目で勝っちゃった。楽しかった。やべやべあのトイレ行きたい。トイレトイレここなんだよ。トイレあトイレに入ったら踏み入れたらセーフゾーンで、よいしょでなあ、ちょっとホコリがねすごいんだよ。ほら見るからになんかゴミが、よいしょ、はい、意外といけっぞ。食事をしながら初恋の話をしてください。初恋か、え初恋でしょ。てかまだお腹空いてないんでお菓子食べます。チョコパイこれうめえよな、これ好きなんだわマジで。ごめんねみんな、実は初恋なんだけど私したことがあるなんとね幼稚園の頃、まあ、多分世間的に見たら早い方なんだけど、幼稚園の、まあ、同学年の子だったんだけど、なんか両思いだったの覚えてる。まあ、普通に手つないでたらしいうまっこれ。今はお昼でしょ、まだ4時間くらいしか経ってないのか、あと20時間ね。ちなこれはビーン、はい、こんくらいか。おお、結構下がるんだな。これね、私寝るときは、寝るときって言うてもあのゲーミングチェアで寝ることあんまないんだけどね。まあ、今何時、やべえ、あ、やっちった4時半か結構寝てたな3、4時間寝てたの。あーなんで人ってこんなに眠気があるだけで眠いんだろう。次のミッションは椅子で20回回転して自分シャロリンのイラストを描いてください。いやーなるほどね20回もあるのに、とりあえず20回回転リンでするわ。13機械弱いんだよ。2 10待って、やばい、18多分20、はあ、マジでちょっと待って気持ち悪い、マジで、あ気持ち悪い、これ気持ち悪いで、なんだっけ自分のね、書けばいいのね。よし、できたぞ、書けました私を。でででででで、こんな感じ。セロリンねアイコン。ちょっとあの本家より可愛くなっちゃった顔が。こいつ可愛いよな、自分で描いたんだけど。じゃあさっきね寝すぎちゃったんで次のミッションがあるのでそれも今やっちゃいます。椅子の感想をジェスチャーで表してくださいということなんですけど。ということでですね、次でラストミッションになります。寿司田の
高級コースチャレンジで指定した得点を超えれば不毛布の商品プレゼント。時刻ですね、もう夜なんですよね。ちょっとね、化粧をそろそろ落としたいんですよ。8000円以上をゲットできたらクリア。スタート。桃のうち信じない、信じない。あ、ちょちょ、バカ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 、クリスマスツリーテントウミショドロフィー、海の犬間に洗濯、布団が恋しい季節、ショッピングセンター、記憶にございません、一級入魂、犬用シャンプー、簡単になってきた。ミステリーサークル、赤いチューリップ。あ、終わった。よっ得したぜ、クリア。疲れた。ということでね、皆さんね、24時間ゲーミング中の生活終わりました。やっと終わった。あ、やばい、心の声が漏れてしまった。まあ、無事成功ということでね、イエーイ。意外といけるかも。意外といける。やっぱね、これのね、私的に一番いいと思ったところは、その大きさがね、合ってるんですよね。過去に結構大きかったやつをね、使ってたことがあったんですけど、その時ね、なんか全身痛くなっちゃったんだよね。なんでかわかんないけど、だから多分自分の体にこうちょうどフィットするぐらいの大きさがいいんだなってそこで分かったんですけど、これはね、すごくちょうどいいし、座り心地も全然いいし、首も疲れないしって感じです。まあ、可愛いしね、めちゃくちゃね、最高じゃん。ぜひ気になった方がいたらね、バリエーションもね、あと数個あるので、どんなのがあるのかぜひ見てみてください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。そしてふもふさん、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。セロリンヌでした。バイビー。